第4回レイナラジオ。おはこんにちは、こんばんは。今日はちょっと真面目にやっていこよな、白川レイナです。本日は5月22日ということで合ってますでしょうか。ね、投稿日延長してたらごめんなさい。レナラジオ実は完全に前撮りで行っておりまして、編集をその投稿日に合わせるような形でやっています。ね、実際に公開される1ヶ月前ぐらいにね、録音してることもございます。ちなみに第4回の収録日は5月1日です。ゴールデンウィークでしたね。今回はせっかくなので、いつもと違う感じにしていこうかなと思います。で、いつもより真面目な例なのでね、言っちゃおうかなと考えてます。ではまず最初のコーナー、レナトーク。こちらのコーナーではリスナーの皆様からいただいた話題について答えていきます。本日の話題はこちらです。白樺レイナの記載について。はい、ペンネームは匿名希望ということでした。読まないでいきます。まず記載というとですね、どこからどこまでが記載なのって、思うかなと思うんですけれども、なんかパソコンは、電気屋に売ってる一番高いやつを買いました。デスクトップです。富士通のスピーカーがベンってついてるやつです。で、レナマイクは2個持ってて、1個は、ソニーの USB マイクです。昔、コエブがあった時にコエブマイクって呼ばれてたね。ちょっと本当に歌ってみた初めてです。趣味が完全に、お金をかけずにやっていきますっていう人向けのマイクかなと思います。で、もう一つ、ちゃんと、録音用のマイクを所持しております。ここからちょっと詳しく、メーカー名とか出してやっていきます。まずマイクが MXL の、MXL さんの、V67G HE コンデンサーマイクというマイクを、所持しております。これちょっと多分読み方間違ってるんで、入力して皆様お調べください。インターフェースは、スタインバーグさんの UR12 USB オーディオインターフェースというものを使っています。で、ヘッドホンなんですけれども、ヘッドホンは、JVC の、HAXM20X です。わからんね。これだいたい6000円ぐらいでした。で、マイクは、ソニーさんのマイクがだいたい4000円ぐらいで、MXL さんのマイクが、1万4000円ぐらいです。で、インターフェース、スタインバーグさんのインターフェースが1万円を切るぐらいで、白樺は購入することができました。白樺は基本お買い物はサウンドハウスさんでしています。機材とか、ちゃんと領収書とかを、印刷できるようにしておいてくれるので、結構、やばい、領収書なくしちゃったって時とかにお世話になっています。で、この MXL さんの V67GHE というマイクなんですけれども、コンデンサーマイクということで非常に音をよく拾ってくれます。で、さらにこのマイクなんですけれども、高音をきれいに収録できるような仕組みと書いてありまして、私、今後菊尾さんとか、マサーさんとか、ちょっとキンキン高い音楽、ボーカロイドの音楽を作られる方とか、ちょっとドラッグミュージックっぽい音楽を作られる方、高音ベースで作られている、曲を出しているボカロ P さんの曲を歌っていきたいなと思っておりましたので、選ばせていただきました。今まで活動で使っていた、ロード、NT1 の A とか、フォーカスライトの、スカーレット 2I2 スタ、なんだスタジオパックって言うんですかねこれ。とかより、一式揃えて安かったので、あまり性能は期待していなかったんですけれども、結構こういい感じで拾ってくれます。ただ、白樺は結構、シッシッシュッシュッっていう音を、口から発しちゃうんで、それに関しては、やっぱり、非常に拾ってくれるので、結構困ってます。ただ、インターフェースじゃないや。ポップガードとかがマイクに付属していて、すごい便利なので、それを使ってます。なんか布製じゃなくて金属製のポップガードがついてるので、すごいいいらしいです。
分からんけど。で、インターフェースについてはあまりなんか配信とかでやっていく予定がないので、ベーシックなものっていうことで詳しい方に一緒に選んでいただきました。パッと使えてパッと取れるのですごい重宝してます。ありがとうございます。で、ちなみにヘッドホンなんですけれども、こちらは人にあまりおすすめできません。実は試した時に耳とか頭とかなんかキュッてなるやつがいいよっておすすめされて購入したんですけれども、結構ギュッとなりすぎて耳とか頭とかが痛くなります。でもなんかその分、私ドラッグミュージックとか聞くの好きなので、重低音とかはすごくよく聞こえる感じがします。私は好きです。ただ長時間の作業にはあまり向きません。はい、そんな感じです。匿名希望さん、ありがとうございました。機材については本当に何がいいか、合うかとかわからないので、皆様もいろいろ試してみてください。で、最近はバイノーラルマイク、バイノーラル録音ができるようなセットを購入を検討しています。で、イヤホンタイプの ASMR 録音できる設備は導入したので、あとはレコーダーを購入すれば大丈夫なんですけど、ちょっと1万5000円ぐらいしてたので、あまり、もうちょっと先かなって感じですかね。コラボとかで編集とかイラストの依頼にお金が今かかってるので、もうちょっと先になるかなと思います。以上、レナトークでした。思ったんだけど、レナトークめっちゃ良くない？なんか話題ない時はリスナーさんからいただいたものについてもう答えていくだけでいいかもって思っちゃいました。ありがとうございます。さて、続いてのコーナーはこちらです。私に勝てる白樺バトル。はい、こちらのコーナーでは白樺麗奈、私とリスナーの皆様が、勝負をしていきます。今回の内容はですね、シンプルです。声でじゃんけんをしていきたいと思います。ルールがね、じゃんけんなので本当にシンプルです。私、白樺麗奈がグーチョキパーのどれかを言います。で、最初はグーじゃんけんポイって感じです。で、ポイの時に喋ります。ラジオを聞いてるそこの君、麗奈と同じタイミングでグーチョキパーのどれかを選んでください。これはね、スポーツマンシップにのっとってやっていただきたいんですけれども、じゃんけんに勝てたらですね、私の DM にご報告いただけると嬉しいです。あ、ラジオ聞いてくれてるんだなっていうのと、あとは抽選で1名様にちょっとしたプレゼントをお渡しできればなと思います。では、いきますよ。最初はグーじゃんけんチョキ。はい、勝てた人は私白樺麗奈のツイッターに勝利宣言をお願いいたします。以上、私に勝てる白樺バトルでした。それではここで一旦 CM です。あなたの時間、私にください。1分200円で憧れのあの子とお話ができるボイスユートピア、一緒に素敵な時間過ごしませんか？さて、次のコーナーに行ってみましょう。次のコーナーは白樺回覧板。このコーナーは私からリスナーの皆様へお知らせをしていきます。まず一つ目、第5回のラジオでスペシャルゲストをお招きすることが決まりました。この5月1日、当日に一緒に撮らせていただきました。で、今ですね、あまり目立った活動はされていないんですけれども、すごく元気いっぱいで愛らしい子です。このラジオのリスナーさんにもぜひぜひ一緒に応援してほしいなと思っております。今後コラボの予定もあるので、その紹介とかもちょっとできたらなと考えてました。来週楽しみにしててくださいね。そ
して2つ目、ラジオ投稿が3つ溜まったら YouTube にまとめてアップするって言ってたよね。なんと本日このラジオと同時公開です。まあ、同時公開の予定です。投稿してなかったらごめんなさい。第1回から第3回の投稿をまだ聞いてないよって人はもちろん、1回から3回まで全部ちゃんと聞いたよって人もぜひ YouTube へお願いします。そして白樺れいなのチャンネルをチャンネル登録してください。よろしくお願いします。最後3つ目です。私への質問、ラジオで話題にしてほしいこと、ラジオへのご意見、まだまだ募集しております。ペンネームを添えて Twitter の DM にご連絡をお願いします。またレナラジオのタイトルコールの音源もまだまだ募集中です。レナラジオですよ。バブファイルで送ってください。ラジオへの応援引き続きよろしくお願いいたします。以上、白樺回覧版でした。ね、一人目のゲストね、やっぱり大好きなお友達の一人をね、呼んでしまいました。結構トークスキル高めな子だと思うので、でね、絶対絶対第5回は、見てください。では、そろそろおしまいの時間が近づいてまいりました。今回のラジオはいかがだったでしょうか。また次回のラジオでお会いしましょう。以上、白樺れいなでした。じゃあのー。第5回レナラジオ。おはこんにちは、こんばんは。初めてのコラボラジオでテンション上がりまくってます。白樺れいなです。そして皆さん、こんちゃーか。おそが口赤ことちゃーかよ。せーの、よろしくお願いします。ということで始まりましたれなラジオ第5回目。初めてのゲストはおそが口赤ことちゃーかさんです。よろしくお願いします。じゃあ2人でラジオをやっていくにあたって、まずはリスナーさんに自己紹介をお互いにしていこうと思うわけですが、では私からやらせてもらいます。声を使ったいろいろな活動をしています、白樺れいなです。毎週金曜日21時30分からこちらのれなラジオを投稿しています。その他にもシチュエーション音声の投稿、歌ってみた、演じてみた、配信など多方面で活動をしています。主な活動サイトは YouTube、スプーン、トピア、ファンボックス、ボイスユートピアです。 Twitter は基本サーガフォローしてるので、ぜひ覗きに来てください。以上です。では次はチャーカー。はい、自称 VTuber の卵、おそが口赤です。現在活動費を得るため模索中です。 YouTube チャンネル、ホームページ、小説、漫画、アニメ化を自分でなそうとも計画中。キャラデンというアプリで活動してますので、よかったら遊びに来てね。はい、こんな2人で楽しくやっていきます。ではまずはこちらのコーナー、答えて教えてレイナちゃん。レイナにばっかり読ませると疲れちゃうと思うから、コーナー説明は私も手伝うわよ。このコーナーではリスナーの皆様からいただいた質問に答えていきます。基本は一人で質問を読んで答えていくんだけど、今日はチャーカと一緒に答えていくよ。ではまず最初の質問から、ペンネームマカロンさんからの質問です。白樺さん、ゲストさん、こんばんは。お二人はどのような仲なのでしょうか。仲良くなったきっかけは何ですか。またお互いの第一印象をぶっちゃけてほしいです。ありがとうございます。ゲスト、あ、チャーカって
こと明かさないで募集したのね。あ、そうそう、あのね、ゲスト第1号だから、まあ、とりあえず私とゲストに聞きたいことは何ですかみたいな感じで個別で聞いちゃいました。個別で質問もらいに行くってラジオの質問コーナーとはって感じよ、レイナ。まあいいわ、質問に答えていくわよ。まずはどんな仲、どんな仲、うん、声の活動仲間から今は友達って感じで接しています、うん、私は。そう、レナもなんかとある、うん、まあね、アプリをきっかけで知り合って、うん、まあ、そっから、うん、もうなんかチャーカすごいいいなって思ってグイグイ、あの、絡みに行っちゃった感じで、今はなんかすごい仲がいいお友達の一人っていう感じです。ありがとう。その仲良くなったきっかけっていうのは、まあ、そのとあるアプリでの活動を通してって感じで、うん、うん、第一印象ちょっとね、レイナ言うの恥ずかしいからチャーカから言っていいよ。いい、いい、そう、最初はすっごいセクシーキュートな声のお姉さまがいる、よし、からもよし、からもみたいな感じ。ちなみにチャーカ今は、今はなんかちょっとおちょこちょいなとこあるなって思った。なんかね、でもやっぱりなんだろう、自分の中ではなんだろう、なんて言えばいいの、なんか完璧なイメージ、なんて言えばいいの、やっとぜ。そんなイメージ、いやだけどちょっとおちょこちょいなとこあるなっていうイメージ。まあ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 、まあ、ね、ちょっと抜けてる方が可愛いって言いますからね。あ、まあね、まあね。そう、レナちゃうかの第一印象は、うん、なんか、うん、すごい面白いやつがいるでした。多分あの今もそうでしょ。でもどうだろう、今はなんかその面白いもあるけど、うんうん、なんかすごい、チャーカね、さっきもね、うん、フリートークの時間を、うん、なんかラジオ前に設けてて二人で話してたんだけど、はいはいはい、チャーカね、すごいね、実力があるとレイナは思ってて、で、レイナがすごい好きなキャラクター感、うん、その世界観、うんうん、みたいなのがあるから、なんかね、逆にアクティブじゃないのがちょっともったいないなって思って。レイナがいろんなこと、逆にレイナ行動力しかないから、チャーカをちょっといろんなところに連れ出していけたらいいなと思ってます。お願いします。うん、こんな感じかな。そうね、こんな感じね。マカロンさん、ご質問ありがとうございました。ありがとうございました。では次に行きましょう。ペンネーム眠たい猫さんからの質問です。ゲストさんが女性だったらおすすめのコスメについて教えてほしいです。男性だったらハマっていることやハマっているものについてレイナさんと語ってほしいです。個人的には女性同士のキャッキャした会話を期待しています。男性だったらごめんなさいということでした。ありがとうございます。ちゃんと女の子同士のキャッキャウフフ見せていくわよ。ちなみにチャーカのおすすめのコスメは、化粧ほとんどしてないわ。まあでも唯一ずっと使ってるのはケイトのラスティングデザインアイブロウ W ってやつ。あのなんか、わかるかな、扁平心っていう、あの平べったい楕円のペンシルとパウダーチップがついてる眉描きペンです。そう、ケイトのそのアイブロウ系はすごい、はい、あのコスパもなんかレベルも高くていいっていうのをよくいろんなサイトで見ます。お、使ってます、愛用してます、うん、唯一それです。待って待って、眉毛だけ。あの本当になんだろう、ま、何、そうね、あのどっちかっていうとマスカラとかつけるよりかは、マツエクつけに行く派です。あのほとんど何もしたくない派なんです。あー、わかる、マツエクはいいね。そうなんですよ、うん、なのでちなみにレナはどんなの使ってるの。レナは基本肌に合うものとコスパ重視で、はい、白樺の美白はですね、魔女魔女ケイト、キャンメイク、インテグレート、
で、一番好きなのがなんかすっぴんコスメって言って、あんまり肌に負担をかけないタイプ、あのそのまま寝れますみたいな、でもちゃんと、はいはいはい、ちゃんと化粧してるよみたいなのが好きです。なんかね、化粧品より、うん、なんだ、その化粧水とか乳液とかそっちにお金をかけてるから、あんまりなんかそのすっぴんが綺麗でいられるような努力はするけど、化粧はだってもう上にのせるものだから別にそこまでレベル高くなくてもいいかなみたいなね、感じで考えてます、うん、これね、チャーカのね、うん、チャーカあれが好きなのってキャッキャウフフをね、多分ね私と一緒にするの期待してたと思うんだけど、せっかくなんでね、ゲスト女性だったけど、ハマっているものとかハマってるものとかについてもね、語っていきましょう。女同士のちょっとキャッキャウフフはできるかわかんないですけど、チャーカなんかハマってるものとかこととかありますか？ですね、うん、チャーカがハマっているのはあつ森です。出たスイッチの集まれ動物の森ですね。はい、チャーカどの子が好きなの？どの子、ごめん全然考えてなかったけど、なんかイースターイベントに出てきたぴょん太郎が、うん、怖い。ぴょん太郎が怖いって怖いね話で盛り上がって、そうだね、なんかね、あいつ目笑ってないのよね。なんか後ろから声かけるとさ、後ろはダメって言ってるでしょみたいな、すごい圧かけてくるってかけて聞いた。ファスナーついてるし、そう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 、そう、それにハマってました。わかる。レイナも、好きなキャラなんですかって聞いたら、リスキャラ好きですとか、レイナはシュバルツとかアポロとかちょっと俺系の住民が好きだよみたいな話をしようと思ったけど、まさかのぴょん太郎怖いってなるとは思わなんだ。最近あったことといえばそれかなっていう。そうだね、割とタイムリーだね。そう、でも好きだよ。ぴょん太郎好きなの？でも好きだよ。怖いけど好きだよ。あー了解です。じゃあレーナは？ちなみにレーナは何にハマってる？なんかレーナはこの間の、何回目かちょっと忘れたけど、ラジオで紹介したんだけど、節約とか貯金とか、ちょっとすごい現実的なやつとか、あとレーナらしい、そうそう、お料理、最近3食自炊をするようになりまして、お弁当とか持ってってたりするから。素晴らしいわ。そう、この間さつまいもね、初めて切った、洗って切って料理しました、うん、美味しいね。あ、そうなんだ。うんうん、ダメだわ、料理しないわ。すごい、さつまいもね。そう、あと、料理と、ブログ、ピクシブファンボックスっていうのを始めて、誰でも見られるブログみたいなのが書けるようになったから、それになんかつらつら今後の活動とか、配信してて思ったこととかを書き連ねてます。めっちゃ楽しい。それは楽しそう、確かに。うんうん、うんうん、そうそう、チャーカも気が向いたら一緒にやろう。頑張ります。頑張ります。豆じゃないけど。そうだね、うん、すごいね、いいね。でもレイナのことも知れるから、そうそうそう、ファンの方も嬉しいんじゃないかしら。ツイッターだとね、何文字とかで決まってるから、ちょっと書きづらいこととか書いていくんで、よかったらチェックしてみてください。はい、以上、眠たい猫さん、質問ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次のコーナーに行ってみましょう。はい、私に勝てる白髪バトル。このコーナーでは、私とリスナーの皆様が何かしらの形で対決を普段だとしていくんですけど、今回はチャーカがゲストに来てくれてますので、はい、私、白樺とチャーカの対決になります。はい、では早速ね、バトルの内容を説明します。はい、その名もなりきりヤンデレラ。パチパチパチ。このバトル内容は白樺レイナのマネージャーからもらってきました。公平なバトルに、ね、なるようにねしていきますよ。はい、なりきりヤンデレラとは、お題に沿って2人でヤンデレオリジナル演技をします。リスナーの皆様はどちらのヤンデレが良かったか、コメント欄で、教えてください。それではまず1つ目のお題です。シンデレラであるあなたは
ガラスの靴を落としてしまいました。拾っている時間はない、もう行かなくちゃ。そんなあなたの心の声は？先行は私、白樺が行きます。チャカ、ケフリお願いしてもいいですか？はい。では、レイナのヤンデレラまで3、2、1、9。あら、ガラスの靴を落としてしまったわ。もういいかしら。どうせお姉様たちは足を切ってでも履こうとして履けなくて、結局は私が王子様と結婚するんだから。あら、なんで物語を知っているかって？あなたたちは知らなくていいことよ。はい、以上です。素晴らしい。はい。はい。ちょっと待って、恥ずかしくなってきたんだけど、ね、いいよ。いいのよ、ラジオの醍醐味は一発撮りなんだから。分かったわ、分かったわ。では、ご飯はチャーカです。準備はいいですか？はい。では、チャーカのヤンデレラまで3、2、1、9。私のガラスの靴、どうして脱げちゃったの？サイズが合ってないってことじゃない。魔法使いのバーヤやってくれたわね。どんな仕打ちをしてあげようかしら。です。本当？やっぱ初めてだよ、ヤンデレラ。私、チャーカとある程度付き合いが長くなってきたと思うんですけど、チャーカのヤンデレ初めて聞いた。いや、もう人生で初めてやりました。ちょっともうちょっと積極的にやってこい、いろいろ。わかった、わかった。はい、以上です。はい、ヤンデレはもうちょっと難しいですね。まあ、続きます。では、2つ目のお題は私が案内するわ。素敵な王子様と結ばれたシンデレラ。あれ？大好きな彼の帰りが遅いみたい。さあ、どうする？先行はレイナ。準備はいい？オッケー。では、レイナのヤンデレラまで3、2、1、9。どうしよう、最近彼の帰りが遅い気がする。どこかで行けないことでもしてるのかな。こうしちゃいられない。ずっと二人きりでいるために、足とか手とかいらないの切っちゃわないと。あ、でも私を抱きしめるための手は残しておかないといけないから、やっぱり足だけかな。これで私と彼はずっと一緒。大好き王子様。以上です。ヤンデレ好き。いや、プレッシャーですわ。じゃあ、チャック行くよ。はい。準備はいいかな？ OK です。では、チャーカのヤンデレラまで3、2、1、9。魔法使いのバーヤ、そこにいる？彼は今どこにいて何してるの？そう、なんだ、私のために寄り道してプレゼントを買ってくれてたのね。なんだ。以上です。バーヤー。以上です。魔法使いのバーヤー出てきました。バーヤー対応するやん。使いました、顎で使いました。ナイスです。やんで、難しいよ、ね。ちょっとね、ついついやっぱりね、ヤンデレよりもね、ツンデレになっちゃうんだよね。あ、でもツンデレもいいね。チャーカどっちかっていうとそっちだね、確かに。そう、そうなんだよね。どうしても、なんか、どうしてもこういうの考えても、どっちかっていうとツンデレの方に行っちゃうからさ。うんうんうん、なんか、なんだろう、ヤンデレっていうよりかコキ使ってるだけなんだよね、これ。確かに。でもちょっと雰囲気出ててよかったよ。あ、本当？よかった。うんうん、いや、もうでも、レイナの素晴らしかったです。本当に。見習います。いえいえ、一緒に伸びていきましょう。ということで、おしまいよ。みんなはどっちが好き？コメント欄やお便りとして送ってね。
てまたゲストが来た時に解決してほしい内容があれば募集するわよ。以上、私に勝てる白樺バトルでした。そろそろ終わりの時間がやってまいりました。あっという間ね。あっという間だったわ。そうそう、あっという間。でもね、もう結構時間経ってるんですね。ラジオ収まるか心配です。でちなみにチャーカー、私とのラジオ初めてだったと思うんですけど、はい、今日はどうでしたか？そうね、まあ楽しかったわ。やったチャーカーありがとうございます。いえいえ。最後にチャーカーから宣伝やお知らせがあればお願いします。はい、アプリキャラ電で活動中です。ツイッターアットマークおそがぐち赤で随時更新しています。レイナと今後動画コラボなどもしていくのでよろしくお願いします。それでは今回は私白樺レイナとチャーカことおそがぐち赤でした。また次回もよろしくお願いします。ではじゃあのー。第6回レナラジオ、おはこんにちは、こんばんは。今日はたくさんレイナのことお知らせさせてね。白樺レイナです。さて第6回目のレナラジオ、タイトルコールは真夜中ねむこさんのものを使用いたしました。いつも素敵なタイトルコールありがとうございます。真夜中ねむこさんとはいろんな場所でご一緒させてもらってます。真夜中ねむこさんと白樺レイナで眠れな、よかったら2人一緒に応援よろしくお願いします。では本日最初のコーナーに行ってみましょう。本日最初のコーナーはこちらです。答えて、教えて、レイナちゃん。はい、このコーナーではリスナーの皆様にいただいた質問に答えていきます。まず一つ目の質問です。ペンネームリバーシさんから、白樺さんに質問です。動物の中でもウサギが一番好きですか？ありがとうございます。ウサギが一番です。今はペットが飼えないアパートで生活をしているのですが、お引越しがね、もしできましたら、ファジーホーランドロップっていう種類のウサギさんを飼いたいなと思ってます。まあね、ちょっと珍しい種類のウサギさんなので、ん？なんだそれって思った方はめちゃんこ可愛いウサギさんに出会えますので、ぜひぜひ画像検索をしてみてください。ウサギ以外だと犬とか猫とかが好きですかね。犬だったらシベリアンハスキーを2頭並べて飼ってみたいなと思ったことはあったんですけれども、お部屋がちょっと狭いっていうのと、お世話が大変そうなので予定はありません。猫はなんかもう全部可愛いですよね。どの子も可愛い。犬だとちょっと怖いなって思う子もいるんですけど、猫はもうどの子も可愛い。肉球をモニモニさせていただくのがちょっと夢だったりします。でも犬も猫もどっちも好きです。一番はウサギさんです。こんな感じで大丈夫かな。リバーシさんありがとうございました。では次に参りましょう。ペンネーム二日酔い侍さんからの質問です。こんにちは。いつもレナラジオ楽しく拝聴しております。早速ですが、私はレイナさんの締めのお決まりフレーズじゃあのーが好きです。そこで質問なのですが、レイナさんには他にも口癖のようなものはありますか？
ありがとうございます。ジャーノは本当はヘバノを分かりやすく、表現したものなんですね。私の地元ではあのバイバイじゃなくてヘバノ、またのみたいな感じでお別れをします。で、本当はそっちを使おうと思ったんですけど、あんまりね、そんな田舎ですよみたいなのを全面的に出していく予定がなかったのと、あのジャーノって言った方がネットの人分かりやすいかなって思って、あのジャーノっていうのを取り入れて使ってます。ちなみにあの口癖、それ以外の口癖はあのさっきも使っちゃったちなみにとか、あのなるほどですねとか、なるほどが当てはまるかなと思います。完全にね、あの白川営業マンなのでそれかなと思います。で、それ以外でよく使っちゃうのは、あの友達との会話とかだと、だからよとか、何々刺さったねとかですかね。あの東北の訛りなんですかね。だからは同意の意味を持ってます。そうだよねみたいな。何々刺さったは何々してしまった、何々したという意味を持ちます。なるべく白川麗奈、あの標準語を意識して喋ってます。でもね、あの鉛の話するとその鉛の感じに引っ張られてしまったり、あのなんかね、知らないところでタヌキをタヌキって喋ってしまったりするので、そこはあの鉛ってしまった時は多めに見てください。あのお仕事ではね、ちゃんとするんで許してください。二日酔い侍さん、ありがとうございました。第6回目になるのですが、あの質問がね途切れずたくさんいただけてること、大変喜ばしく思います。まだまだ募集しております。私のツイッターの DM にペンネームを添えて、ご意見とか質問とかよろしくお願いします。誰でもね、あのリスナーさんだったらあのリクエストできるので、どうぞよろしくお願いします。では次のコーナーはこちら、白川チャレンジタイム。このコーナーでは白川麗奈がいろんなことにチャレンジをしていきます。普段できないこととかもやっていきます。どうぞよろしくお願いします。今回のチャレンジ内容は早口言葉です、2つやっていきますので、どっちも上手にできたらご褒美をください。それではやる早口言葉を紹介します。エントリーナンバー1、裏庭には2羽鶏がいる。エントリーナンバー2、生麦、生米、生卵。それでは読んでいきたいと思います。急振りをしてくれる人がいないので自分でやっていきますよ。それでは白川麗奈の早口言葉まで3、2、1。裏庭には鶏がいる。裏庭には鶏がいる。裏庭には鶏がいる。怪しいけど大丈夫かな。ちょっと聞いてみての判断かな。生麦、生米、生卵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 。やったー、クリアですよ。ご褒美待ってます。なんだって。ちなみに白川チャレンジタイムでもやってほしいことを募集しております。もしよろしければ私のツイッターの DM にペンネームを添えてチャレンジ内容を送ってください。では最後のコーナーです、白樺回覧板。このコーナーは私からリスナーの皆様へお知らせをするコーナーです。一つ目のお知らせはボイスユートピアについて。ありがたいことに5月はたくさんの方にご利用いただきました。1対1で話すって結構勇気がいることだと思います。勇気を出して私に声をかけてくれて、楽しいお話をたくさんしていただいて、させていただいて本当にありがとうございます。また初めての方も大大大歓迎ですので、麗奈と素敵な時間、楽しい時間を過ごしましょう。またセリフコースというものもありまして、そちらは私白川麗奈に読んでほしいセリフをリクエストできるコースになっております。
そっちの方でも、大歓迎です。ぜひぜひ白川れいなと素敵な時間、楽しい時間を過ごしましょう。二つ目のお知らせは、声のお仕事について。以前より声の依頼をしたいですというお声をいただいておりました。今回は個人鑑賞用と公開用に分けてホームページに記載しております。今まで気になってたよという方はぜひお声掛けください。またピクシブファンボックスのご奉仕プランにご加入いただいている方からのリクエストは積極的にお受けしております。月に1本リクエストボイスを上げさせていただきますので、個人鑑賞用のご依頼に関しましてはそちらの方で、ご奉仕プランにご加入いただいてご依頼いただいた方がいいのかなと思います。ぜひぜひそちらの方もご検討ください。3つ目のお知らせ、レナラジオ第15回のゲストについて。現在レナラジオではゲストさんを募集しております。これあくまで女性の方、女性 VTuber さんとか女性別女性という枠で活動されている方限定にはなってしまうのですが、平日の日中に一緒に収録をしていただける方を優先しています。我こそはという方がいましたらぜひ、立候補お願いします。以上、白樺回覧版でした。さて本日もそろそろ終わりの時間となってまいりました。第6回レノラジオいかがだったでしょうか。明日お仕事の方も、やっとお休みを迎える方も、明日が素敵な一日になりますように。では今回も白樺れいながお送りしました。それでは皆様、また次回のラジオでお会いしましょう。へばのー。